キャンプにある、小集落、フォークランド諸島の地図。フォークランド英語は、イギリス英語に近い英語の方言である。しかしながら、フォークランド諸島は、立地が孤立しているため、人口が少ない島民は独自のイントネーションや、方言を発達させ、保持してきた。近年ではイギリスからの移民が急増しているにも、かかわらず、独自のイントネーションは残っている。キャンプとして知られる、 スタンリー以外の郊外地域においては、フォークランド方言の鉛が強くなる傾向にある。フォークランド諸島英語は、オーストラリア英語、ニュージーランド英語、ウェストカントリー英語、ノーフォーク方言、スコットランド定地語と似ている。フォークランド諸島の語彙で特筆に値するのは、ケルパーとスモーコの二つがある。 前者は、フォークランド諸島人という意味であり、諸島を囲むケルプに由来する。後者は、オーストラリア英語とニュージーランド英語と同じく、タバコ休憩を意味する。ヤンプという語彙は、フォークランド紛争中のイギリス軍に使われたが、現代では使われなくなった。近年では、セントヘレナからの出稼ぎが多数フォークランド諸島にやってきており、 彼らも独特な形の英語を使用している。アルゼンチン東部沖にある約780の当初で構成されたフォークランド諸島は1690年にイギリスが探検にやってきた時先住民族が存在しなかった。定住は1833年にイギリス軍がアルゼンチン兵士26名を諸島から追い出して諸島の領有を主張したことで始まった。 1845年、東、フォークランド島で首都のスタンリーが設立された。アルゼンチンも諸島の領有を主張しており、1982年に諸島に侵攻した。当時のイギリス首相、マーガレット・サッチャーは、諸島の住民がイギリスの伝統と家系であると述べ、イギリス支配を守った。3ヶ月に満たないこの戦争で1000人近くが殺害され、 2000人以上が負傷した。イギリスとアルゼンチンの間の領土問題は残っていたが、2013年の選挙でも住民の98%以上がイギリス領に残ることを選択していたため、諸島の住民は一般的にイギリスに帰属すると辞任している。この歴史は、フォークランド諸島英語の言語学上の特徴にも影響した。その特徴とはイギリス英語と似ているが、 一部の発音と語彙が異なることである。フォークランド諸島英語では R を発音しない。これは南半球における他の英語の方言でも同様である。フォークランド諸島英語と南半球における他の英語の方言の差には I の中字高がある。例えば Nice は NS と発音される。フォークランド諸島英語の話し言葉は一部で、 スペイン語からの借用語がある。例えば、アルゼンチンのリオプラテンセスペイン語でも見られるチェ、ワーオ、または、ダームと同義のプーチャといった、交互体がある。フォークランド諸島英語では特に馬に関する語彙が多い。例えば、エリザン、コロアオ、ネグロ、ブランコ、ゴチアオ、ピカソ、サーコ、ラビンコナは、馬の色や見た目をさすごいで、ボサル、コップレスタ、ボストス、 新地、カンジェニラ、メレイトス、ティンテス、マネアーズは様々なバグを指している。会員が付けたより古い英語、フランス語、スペイン語由来の地名は島、岩、ワン、湾、岬を指すことが多いが、1833年以降のスペイン語から付けられた地名は、内陸の場所は特徴を指すことが多い。このことは内陸で方向定境界確定。 牛と羊の牧畜業を行う必要が出てきたことによる。例としては、リーンコングランデ、スリトス、カンピト、コンテラ、テラモッタス、マロリバー、ブラシマール、ドスローマス、トルシーダポイント、ピオジャポイント、エスタンシア、オーケイタ、ピードラソーラ、ラグナセコ、マナダなどがある。ありがとうございます。